明治大学への逆転合格なら明治専門塾、法政大学4年のカナヤンです。僕は4月に大学を卒業するんですけど、4年間大学を行って気づいたことがあるので、それを受験生とか若い人に伝えたいと思ってきました。まあ、学校にもし通えないっていうことであれば、キラキラなイメージされたキャンパスライフっていうのは難しいと思うので、自分で行動して長期のインターンでベンチャーで働くとか、自分で充実させていくしかないと思うので、僕はそうしました。僕はすごい意識が高かったので、みんながサークルとか行ってる間に長期のインターンをやってる自分が大好きでした。その間俺はお前らと違ってビジネス経験を積んで社会で役に立てる人間になってやるっていう思いで周りを見下してました。ベンチャーで死ぬほど働いててももらえる給料がめっちゃ少なかったりするときは、お金を稼ぐのってすげえ難しいなっていうのを肌で体験しましたね。大学選びで重視すべきことは、いかに簡単に単位を取れるかなので、家から近い大学をおすすめします。やっぱ遅刻してもバーって行ってギリ間に合ったみたいなことができるので、近い方がおすすめです。僕は遠かったんで結構苦労しました。学歴は人生にとって不必要です。全くもっていらないです。学歴はいらないと本当に思ってて、実力で這い上がっていくことができる世界なんで、逆に学歴あっても実力がないと上に行くことができないっていう世界だと僕は思っているので、学歴はいらないです。結論、仕事ができるかできないかっていうところで自分の給料って決まっていくと思うんですけど、自分が世の中に与える価値とか影響っていうものが結果としてお金っていう風に入ってくると思うので、学歴がなくてもそれを与えられている人っているので、学歴はいらないと思います。高学歴はやっぱマーチ以上でしょ。僕が法政大学なんで、僕は高学歴なんで入れたいです。マーチと同じレベルの国立大学は、結論、東高一強って言われてる大学ですか、東大とか東工大、京大一橋以外の国公立は全部マーチと同じです。で、あともう一つ言いたいです。一浪総計の人は絶対マーチと同じです。だって僕現役で法政だったんですけど、一浪したら総計に行けると思ったんで、一浪総計もマーチと同じです。その事実は受け止めたくない事実です。劣るんですけど、この後の僕のメッセージを見たらそれが無意味だっていうことに気づきます。今もしかしたら、浪人しようかなって考えてる受験生がいるかもしれないんですけど、絶対に浪人をしないでほしいです。浪人をするっていうことは日本の社会のレールに乗るための一つの工程でしかないんで、その工程に自分の貴重な人生の1年を費やすのはもう間違ってると思うんで、浪人しないで現役で受かったところに行ってください。いい大学に入って大手企業に入ってっていう工程の一工程でしかないんで、その工程1年を費やすのは、1年間あればいろんな新しいこととか挑戦できると思うんで、そっちに費やした方が僕はいいんじゃないかなと思います。くだらないんで受験勉強なんて。僕がレールに乗れなかったからですね。乗りたかったのかな、わかんないです。1年間悩んでました。それで僕実際インターンとかで仕事してて、受験勉強が生きたって思った瞬間がないので、それにもう1年費やすとかっていうのはちょっと無駄だなって思いますね。浪人は絶対しないです。就活浪人です。やっぱり学歴がちょっと足りなくて、有名な企業に行けなかったっていうところがあって、就活浪人です。まあ、内定がゼロだから就活浪人っていうのがあって、望んでしてるわけじゃないですね。ES、 いわゆるエントリーシートを出すことができなかったことです。安定した有名な企業に入りたいです。受験生はこの動画を見て何か感じたことがあると思うので、少しでも君たち受験生が動いてくれたら俺は嬉しいです。今日来た甲斐があると思います。僕はこれから TikTok でガンガン有名になって、今日伝えたようなメッセージをみんなに届けていくので、フォローよろしくお願いします。